ギターとお話の贈り物、ギターはおしゃべり。皆さんこんにちは。こんにちは。高橋由紀と篠原正史です。よろしくお願いいたします。よろしくどうぞ。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていきます。はい、ということで今回のテーマは、はい、南米の音楽というね、なんか随分大雑把な、ね、感じですけどもね、ちょっとそんな音楽を聴いていただこうと思います。はい、それでは早速1曲お届けしたいと思います。はい、作曲者不詳、ミ・ファボリータです。どうぞ。そうですね、はい、お呼びしたいと思います。はい、ギタリストの平倉信之さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今演奏されたミ・ファボリータなんですが、これはどういう意味なんでしょうか。前ね、ここでもやりました My Favorite Thing という、はい、なんだっけ、ミュージカルのね、はい、それをスペイン語で言うとミ・ファボリータ。
だからまあお気に入りだっていうより私の愛しい人とかで、まあいろんなちょっと日本語にするとね、あの そのような意味になるかもしれないけど、まあ私のお気に入りという、はい、そうなんですね。でちょっと哀愁を帯びた曲ですね。はい、はい、それでその南米の音楽というエヴァっていうんでね、もう平倉さんにもおいでいただいたんですけど、ここにまたその CD が、はい、これはその南米の音楽を特集したCD、いや今回の CD は特に南米っていうわけじゃないですけど、うん、でもたくさん入ってますね。そうですね、そのフルートをやってる彼女が南米の音楽で、うん、で僕もそういった関係で知り合って、その南米の音楽、そうですね、ショーロ、それからタンゴ、うん、ね、そんな感じをちょっと多くなってますね、うん、前回ね、あのショーロをね、あの聞かせていただいて、あの向こうの音楽を好きだとおっしゃってましたよね。そうですね、ね、何が気に入ってます、何が気に入ってます、気に入ってますね、そのやっぱりヨーロッパの音楽と全然違うじゃないですか。そうですね、それもありますね、うん、割とヨーロッパの音楽でもちろんクラシックギターでねソロを弾くと、うん、自分が主役というかね、そういった感じになることですけど、うん、他は割と歌の伴奏とかね、伴奏に回ることが結構多いですよね、はあ、他の音楽だとね、演歌にしても、例えばフォークソングにしても、ただ南米がやっぱり今度インストルメンタル主体という音楽が非常に多くてですね、タンゴでも、それからブラジル、ブラジルのそのショーとかでもね、それがこうメロディーと対等になってこう進んでいけるというか、そういう感じがすごくしたもんでね、もうみんなが主役みたいな、うん、すごく、ギターでメロディー弾くこともあるわけでしょ。ありますね、それありますよね、うん、そのタンゴといえばね、僕ピアソラの楽団がのこうツアーの映像があった時にギター入ってるんですけど、はい、エレキギターが入ってるんですよ ね、ね、あれちょっとびっくりしましたね、なんかこういうアコギが入ってるのかと思ったら、うん、ギターはやっぱり欠かせないんですね。ショーロっていうのもね、辻音楽師がね、路上で交差点というか、まあ、いろんなストリートミュージシャンだよね、はい、で必ずギターが主役かどうかあれですけど必ず入ってます ね、 そ, うですね。それから面白いのはね、ベース、ウッドベース、はい、ね、時々映ったりしますけど、はいはい、ウッドベースは持っていけないので、うん、あれと同じ音を出すギターのようなものがあるんですよ ね、 すね、ギタロンっていうね、なんかね、ここのちょっと面白い楽器を、それを首からこう下げて、はい、やっぱりフレットがなくてね、ああいう感じで、うん、と必ずメロディー楽器が入ってますね、あの中にはね、そういうとても楽しい、いろいろあるんですね、うん、そうですね、うん、日本でそのショーロをやるグループなんてあります？そういったそのメンバーで、僕がやり始めた頃はもうほとんどなかったですけどね、うん、今はすごく若い人たちが多いですね、うん、やり始めてるっていうか、そうもうかなり上手な人もたくさんいますし、ね、そういうのをもっとこうね紹介してね、楽しい音楽です、からサンバとかね、そういうのも大きなね、グループサルサとかね、ああいうのもあってね、はい、今はほら浅草とかの、はい、でサンバカーニバルでね、結構そういう音楽がたくさん流れているので、はい、ぜひね生でね、はい、聞きたいと思いますね、そういうのね、はい、はい、それでそのぜひそのギターが主役のね、はい、ちょっと南米の曲を一曲ね、はい、聞かせていただきたいと思います、はい、それではご紹介いたします。バーデン・パウエル作曲、ブラジル人の肖像画です。どうぞ。Thank you.
作曲ブラジル人の肖像画でした。はい、あのバーデン・パウエルっていうギタリストはあの僕も憧れたあの、うん、ギタリスト で結構曲集とかもね、はい、密かに持ってるんですよ。そうなんですね。でも難しくてねあのであの一時あのジャズをこうじゃないやバロックをねジャズっぽくやるってんで、バーデン・パウエルもねあのバッハの曲やってたりとかね、うん、あのしてたりするんだけど、はい、あの彼は日本に来たことあるんですか？何回かあると思うんですけど。聞きに行かれました？一度聞きに行きました。そうですか、僕はね生聞いてないのでね、それはちょっと今にして思うとね残念だったなと思うんですけど、うん、なかなか精力的なね人ですよね。そうですね、僕が聞きに行った時もうかなり年齢はいってた時だと思うんですけどもね、あの力強い音というか、ね、もうよくブラジル人の人はねギターが打楽器だって思ってる、はい、あの高さの出る打楽器となるほど、こういう弾き方もねあの、うん、いろいろありますけど、指のギターの手順とその叩く手順は一緒っていうあのジャンルもありますけど、ね、もう世界は広いですね、はい、そうですね、はい、またいろいろ紹介、ね、してもらいましょう、はいはい。それでは最後に今更ですがのコーナーです、はい、今回の質問は運指は守らないとダメですかと来ております。はい、その今更ですが、はい、運指っていうのは何かっていうとあの指運びと書くんですけど、はい、どの指でこう押さえるかとかっていう、うん、から右手はどの指に引くかとかっていうようなことを楽譜に書いてあるんですね、はい、どうですかその運指は。守らないです信号は守っていただきますけどねあの運指はそうですね、こうしあの目安にはね、そうですね、しますし、うん、ただあの自分で変えて音楽的につながらなくなっちゃったりとか、そうですね、指は例えば頑張ってつなげても、うん、音楽はどうしてもつながらないよななんていう影響もたまにあります、ありますね。あの運指はね基本的に優しいのが一番いいと思うんですけど、でも例えばあのってやるのとやるのでは全然こう聞こえてる聞き方が違うので、やっぱりどっちを選ぶかっていうのはその弾く人が決めるので、でもそう決めるのが難しいですよね。そうですね、あの僕なんかも同じ曲古い楽譜出して弾くと運指付け替えます。そうなんですね、だからもういいんです、日々成長しますから ね、はい、ねその都度こう変わってくる。運指は結論守らなくていいです。そうです、はい、あの余談なんですけど、はい、私ピアノを習ってた時に、うん、やっぱり指使いが書いてあって、うん、先生から守りなさいって言われてたんです、うん、でもどうしてもやっぱりそれが難しいこともあって、でもまあ一生懸命守ろうとしていたんですが、あの守らなくてもいいんだなっていうことを今になって、はい、もうちょっとこうちょっと今弾くときは、あ、そうですね、その優しい手遣いでやってみようかなと、うん、ただ印刷されているのはその楽譜を編集した人がある考えのもとに統一をとって指使いを書いているので、そこのところはね理解してあげてね、この判断は難しいです ね、はい、はい、分かりました、はい、ありがとうございました、はいはい、それでは今週もお別れの時間となりました。本日のゲストはギタリストの平倉信之さんでした。ありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします、はい。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。再放送が YouTube にアップされております。検索ワードはギターはおしゃべりで、ぜひご覧ください。はい、ホームページもぜひお尋ねください。はい、質問もお待ちしております。はい、それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さよなら。Thank you.
Thank you.